スマスおめでとうございます。最初に演奏された曲は Amazing Grace with Bach、 人生上のアリアでした。クリスマス、神の御子イエス・キリストの誕生された特別な日です。神様は私たち一人一人を愛してくださり、一番大切な神の御子イエス・キリストをお送りくださいました。この素晴らしい時に演奏を通し、音楽を通して神の愛のプレゼントを受けることができますことは、なんと嬉しいことでしょうか。今回はバイオリン、チェロ、ピアノによって演奏がなされます。3人をご紹介したいと思います。どうぞ。チェロの山田健二さん、バイオリンの平野恵子さん、ピアノの浅野歩さんです。それではよろしくお願いいたします。
身分の違いや互いにクリスチャンではあったものの宗派の違いなど何かとエルガーの方が不利な立場にあったからです。それでも2人の愛は強く、周囲の反対を押し切って結婚しました。この甘く優しいメロディーにお互いを愛おしく思う気持ちがよく表現された作品です。次にチェロと演奏した愛の言葉はスペインの代表的なチェリストカサドが1920年に師匠のカザルスに捧げたチェロとピアノのための商品です。この作品には親愛なるカザルス先生へと題名が付けられており、恩師への愛情がスペイン風に情熱的に表現されています。この2曲を通してそれぞれ愛する人への愛の表現を弦楽器の温かい音色でお届けいたしました。今年のクリスマスのテーマは神様からの愛の贈り物。神様は聖書を通して私たちに互いに愛し合いなさいと語っておられます。愛することは互いに許し合うことでもあります。世界中でコロナの問題が長く続く今、お互いに思いやる気持ちを育み、背を差し伸べ合える世の中であってほしいと思います。一日も早く完全に収束しますようにと願いつつ、2曲続けて演奏します。Thank you.
何かを愛し、また誰かに愛される経験をお持ちかと思いますが、はっきりと意識したことがない方もいらっしゃるかもしれません。でも、この世に愛されずに生まれた命はありません。私たちを愛してくださる神様の愛を歌った一曲をお届けします。君は愛されるために生まれた。皆さんにとって2021年はどのような年でしたでしょうか。私たちの周りには緊張、不安、恐れ、いろんな出来事が起こってきて、心も体も疲れ切ってしまうことがあります。そのような時に自分を気遣ってくれる人と話す時、また大好きな音楽を聴くときに心が癒されます。2000年前、同じような経験をしていた人たちがいました。羊飼いたちは夜通し羊の番をしておりました。家畜の世話をするということは家畜の都合で動かなければなりません。いつ何が起こるかわからない緊張、
不安、恐れがあります。その羊飼いたちの上に天使が現れました。天使は何と言ったのでしょうか。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。同時に天の軍勢の歌声が響きました。その瞬間、彼らの人生が変わった。新しい出発の原点となりました。彼らはその賛美を聞いたとき、さあベツレヘムに行こう、主がお知らせくださった出来事を見てこようではないかと走ってイエス・キリストを礼拝しました。なんと不思議なことに、彼らには喜びが満たされ賛美を捧げました。2000年前、羊飼いに出会ってくださった神の御子イエス・キリストは、今の時代に生きる私たち一人一人のことも覚えていてくださり、愛していてくださいます。このクリスマス、また新しい年が、神様と共にある神の愛の贈り物を受ける恵みの時としたいと思います。クリスマスの歌を3曲お披露します。巻き人羊をオーホーリーナイクリスマスフェスティバル。Thank you.
旧西軍横浜招待のクリスマスコンサートをお聴きくださりありがとうございます。最後に民数記6章24節から26節を歌った主があなたを照らしを演奏します。皆様お一人お一人に神様の豊かな祝福がありますように。お一人お一人を